はい、皆さんこんにちは。本日はこちらの新州大学の問題を扱います。問題と解答の PDF を概要欄に貼り付けておきますので、もしよかったら問題を解いてから解説を聞くようにしてください。はい、えー、今回は等差数列の平均と分散を求めようという形なんですけれども、等差数列の一般項和の式と、はい、あとは平均と分散の求め方。これが分かっていれば、あとは計算するだけなので、はい、えー、そちらができたかどうかという問題です。 はい、じゃあ早速解説に行きますと,、えー、と平均を x バー、えー、と分散を v として、はい、まず平均 x バーですけれども平均は、えー、と全てを足して個数で割ったものというような形となるのでこれの計算となり、はいえー、と分子に関して言うと、えー、等差数列の第 n 項目までの和ということで等差数列の和の公式をかけることができます、はい。それを n で割ってあげて、えー、こちらが答えという形となります。 はい、というように、えー、と式で求めてもいいですし、等差数列は、えー、と規則的に、えー、交差 d を足していく数列なので、はい、それの平均、それの真ん中を考えているよというふうに考えていただいてもいいです。はい、えっ、ー、と、大 N 項目が初項を足す n-1 倍の交差なので、はい、ちょうど真ん中は、はい、えっ、ー、と、交差を2分の n-1 個かけたものだよというような考えで、えーと、この式を導いてもいいかなと思います。はい、えー、それでは次、えーと、分散なんですけれども、はいえー、まず分散の定義ですね。 はい、分散は偏差の2乗の平均これで求めることができて偏差というのは、えー、とデータから平均を引いたものと、はい、いうような形となります。はい、ということで、えー、データから平均を引いて2乗をしてそれを平均取りましょうというような形で、えー、とそれを式にするとこのような形になります。はい、それぞれのデータそれが今回等差数列で平均 x バーを引いて2乗をして、はい、さらに n で割るというような形です。 はい、で、あとはこちらの計算なんですけれども、えっ、ー、と、分子はえっ、ー、と、シグマの形に直してあげると計算しやすいかなと思います。はい、えー、シグマの形に直してあげて、a k、えっ、ー、と、一般項入れて、はい、x バー平均は先ほど出したものを入れて、あと計算です。はい、で、今回、えっ、ー、と、シグマの主役は k なので、k 以外のものは定数扱いで、えっ、ー、と、くくり出したり、計算することができますので、そこに注意しながら、えー、シグマ k 字上、シグマ k、はい、と公式を代入して計算していってあげると。 はい、最終的にこちらの答えになりますと。はいえー、ということで、えー、と公式通り計算すると分散は求まりますよという形です。はいえー、ちなみに別解として、えー、と分散の求め方、はいえー、データの2乗の平均から平均の2乗を引く、はい、そんな形でも求めることができます。乗、はい、乗のの平平均平均引くというやつですね。はい、ということで、えー、これでも分散が求まるので。 これに従って頑張って計算していっても答えにはなるんですけれども、まあ、今回、えー、とこちらの方が計算が大変になってきたりするので、はい一応別解という形で、まあ、先ほどの上でやったような方法が良いかと思います。はい、えー、それでは本日は以上です。はい、えーと、次回の問題なんですけれども、はいこちらの三重大学の問題を扱おうと思います。概要欄に問題の P D F を貼り付けておきますので、もしよかったら問題を解いて次回の動画を待つようにしてください。はい、それでは本日は以上です。ありがとうございます。